小問題のいたずらにも動じず読み切った。どうだったらさんやってみますか。あ、いや、もうやってみたら絶対いいよ。ここで店長の鶴の一声、サヘルがアナウンスに挑戦することに。こちら鏡を見てた、すぐに笑顔を。すみません、鏡を実際ながらします。実際ながらするんですか。実際ながらするんです。ちょっと練習しよう。責任重大だよこれ。ですよね。いきます。じゃあいきます。はい。果たして原稿をかまず笑顔で読み切ることができるのか。毎度ご来店くださいましてありがとうございます。ただいま店内にて NHK 総合テレビ環境学問の収録を行っております。出演は爆笑問題のお二人と心理学者の植木理恵さんです。大変ご迷惑をおかけしておりますが、どうぞご了承ください。勝負する日本一の百貨店。続いては従業員2000人の中から選び抜かれた石鹸のスペシャリストの技。こちらはですね、全館の商品もですね、お客様に全てご提案できるの。石鹸。じゃあ例えば何円が欲しいんだけど、それじゃあこれは何回のところに。そうですね。ご要望にお答えして。黒木さんは予約を受けてお客さんの買い物を無料でサポートするストアアテンダントの一人だ。アテンダントの方々は11人いらっしゃって、で売り上げは10億円。10億円、はい、超